こんにちは、今年です。五十肩で肩が上がらない。右、もうええでしょこれ。もうせんでええよね。本気してないもんね。あ、そう。はい、今日はですね、特別に、私が現役時代着てた、なんとこの浴衣、秋の島さんね、現高田川親方からいただいた、反物で作った浴衣で今日はお届けしたいと思います。こんなような感じでものすごい気合入ってます。今日は特別に、今まで YouTube こうやっていろいろずっと上げてきて、まあ、相撲のことをいろいろとお話しさせていただいたんですけども、ちょっと今日は視点を変えてですね、疑問に思っていることを逆にちょっと質問を受けて、お話ししたいと思います。どうぞ。親方、はい、高藤力関が白鵬の立ち上げについて、はいはい、昨日語られてましたけども、親方はどう思われますか？白鵬のいわゆるそのエルボー勝ち上げね。まあ、大体高藤力さんと、はい、まあ、見解的には一緒なんで、うん、もう怖がる、まあ、張り手に関してはね、何とも言えないんですけども、要するに勝ち上げ、はい、それに関しては必要以上に怖がる必要もないわけですね。でもう勝ち上げっていうのは相手を止める、相手を止めるための、一つの作戦であり、まあ、そのこと言ったらですね、あの北の海理事長、はい、北の海理事長の時のあの左のこの勝ち上げ、うん、ああもうものすごいパワーでしたよ。まあ、あれだけでも稽古場だとみんな吹っ飛んでいきましたから。でもまあ北の海理事長の場合はですね、身長が少しね、まあ、長身じゃないですよね、長身じゃなくて体当たりみたいな形になるんですね、うん、相手とやってもですね。で、まあ、その代わりその点白鵬の場合は190ぐらいあるわけじゃないですか、うん、ということは、相手が頭で来るところに、合わせて勝ち上げしていく、うん、なのでエルボーのようになってしまう、うん、位置が、そうですね。で、相手なんか、要するに今その身長タッパ高いの幕内で当たるとしたらタッパ高いで、まあ、沖の海だとか、はい、まあ、輝きだとか、竜電、はい、あそこら辺、まあ、豊山なんかでもそうだし、まあ、浅野山もそうだし、あの同じようにね、なんていうさ、その体当たり同士、うん、右のエルボーかなんかな、はい、まあ、それに合わせる、あの喧嘩四つで合わすとか、うん、まあ、まあどっちでもいいから、その体当たりみたいな形で取れば、そのなんていうんですか、狂気なんていうね、うん、まあ、そういうような意識ないと思います。僕自体がその現役時代背高いもんですから、まあ、相手がこういうふうにそのなんていう勝ち上げで来るっていうこともなかったこともあるんですけども、じゃあ例えば自分がもし今の時代でしたらね、その白鵬、まあ横綱ですからね、一応敬意を表して頭で行くのか、うん、まあそれとももろ手突きで行くのかとか、まあいろいろ考えますわね。まあ一応だからもう対戦相手も多分考えてると思うんです、いろいろね、うん、僕らの現役の時ともう相撲も全部様変わりしてるんで、うん、昔はもうやれ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 、もう稽古やれ稽古やれって体で、まあその叩き込む、うん、覚えさす稽古、体で覚えさす稽古だけど、今は時代が違うということもあって、一人一人おのおのが相撲についてどうすれば効果的な相撲を取れるかっていうのを考え、シンキング相撲っていうのをずっと僕はもう言ってるんですけどもね、うん、そういう意味では。はい、で親方言ってたじゃないですか、なんか昔のお相撲さんで同じように勝ち上げをしてくるけど、いました、いました。あの、僕の現役時代に、井筒部屋の神学関ですね、はい。神学関の勝ち上げっていうかですね、立ち合いからの勝ち上げじゃないんですよ。で、やっぱりその神学関も、まあ、自分はそういう技はないんですけども、神学関の技の一つにですね、どうしてもやっぱり僕と同じようにこれ背高いじゃないですか、はい。で、やっぱりその潜り込んでくる相撲ね。もう立ち合い当たりました、はい、神学関もあの背高いんで突っ張ります、うん、突っ張ってそこのところかいくぐってくる力士がいるわけですよ、うん、こうやって押し相撲でね、でそこのタイミングを見計らっての勝ち上げっていうか、もう、まあ、それこそ本当
それこそ本当にエルボーもうそれで相手が脳震盪クラクラってくるようなね強烈なかち上げ、人格的には本当それ怖いです、怖いぐらいなのはありました。はい、親方、はいよ、高藤力さんの YouTube で、はい、高藤力関が、はい、白鵬関のことを、はい、恐るるに足りず足らず足らずもう一回恐るるずに足らず本当ダメだねって言ってましたが、どう思われますか？そうですね、まあ高藤力さんの場合は、はい、やっぱりそのいろんな横綱ね、まあ、曙武蔵丸だし、まあ、同じ部屋に若鷹横綱いるしね、うん、まあ、いろんな横綱と対戦してるし、うん、まあ、特に曙キラーだなんていうね、はい、意味を持ってて、もう自分よりものすごい背高いじゃないですか、曙、うん、にして結構大きいですよね、うん、もうだからもうそれにももう闘志満々のね、うん、相撲で、もう立ち向かっていく、はい、やっぱりそういう気持ちは強いもんですからね、うん、まあ、例えばじゃあ、まあ、朝青龍だとか、まあ、白鵬だとかに対しても物おじはしないよね、はい、まあ、それはだから高藤力さんのそれは性格であって、まあ、それがうまい具合にその土俵上に現れるからいいけども、まあ、私みたいな小心者だとね、どうしてもやっぱりその格負けしちゃうんですね、あ、まあ、やっぱりそのあ横綱あ大関っていうと萎縮しちゃう、あどうしよう変な相撲取ったら嫌だなとか、もう変な負け方したらどうするんだろう、怪我したらどうするんだろうとかって、やっぱりそういうふうに考える人もいるんです、はいはい、もう僕なんか特にそうで、もうやっぱりそのもう蛇に睨まれたカエルじゃないけども、やっぱりその千代の富士関なんかとやる時なんかはクッなんてこういう感じで淡々と仕切られてねやられると、はあうわーってやっぱりそういう状態になりますわ。でもね、どうしてもやっぱりもう相撲だから勝ちたい、やっぱりそういうような意気込み、はい、ファイト、うん、関東精神っていうとね、はい、やっぱりそれ高藤力さんなんかやっぱり素晴らしいもんあるから、うん、もうだからもうなんかその上の門とやるとものすごい生き生きする、うん、それが他の力士とは違うところ、うん、上の門とやって倒すことに生きがいを感じる、うん、そういうようなタイプの力士じゃないですか。アドレナリンがです、ね、もう一回言いますね、はい、アドレナリンね、アドレナリン、もうアドレナリンがもう吹きまくり、うん、もうだからもうなんて言うかな、もう上位対戦横綱大関と対戦すると今日はもう一発やったるからなと、もう宣言するんですよね、もう周りにも先に、まあ、今日はちょっと一発やったらなあかんっつって、そんなようなこと支度部屋でなんか騒いでました。本当に、まあ、それでね、はい、あの有言実行でね、うん、はい、まあ、そういうふうにやって自分を鼓舞してる部分もあるんじゃないかな。で、まあ、僕の場合はですね、まあ、どちらかというと、うん、白鵬関ね、はい、なんか相撲はどっちかというと、うん、まあ、あの張り手とそのエルボー、はい、だかなんだか言われてますけど、うん、相撲的にはちょっとおとなしいタイプですよね、うん、どちらかというとね、バーンってタンタンタンみたいな感じの、だそういう意味ではどうなのかな、映像を見る限りではね、はい、怖いというイメージの横綱じゃないですよね、うんうん、そういう意味の、うん、まあ、だけど、うん、要するにその相撲を取ってないじゃないですか、現役じゃないから、はい、そんなことやっぱり場所に上がって相対した時と映像で見るのと稽古場でするのとやっぱりもう全然違いますから、相撲を取った時ない人がね、はい、まあもう何十年要するにその相撲見てて、はい、テレビさじきでね相撲見て俺はもう相撲が好きなんだって、はい、まあそれはやっぱりロジック的にはね、あの論理的にはね、膝の角度がとか、うん、45度の角度で詳しい突き放していけばとか、はい、あの非常に相手に有効だと、はい、絶対そうなんだと、うん、で回しの取り方はこうだとか、うんうん、もう俺はもう50年60年相撲見てるんだから、はい、それでもそれはそれですそれは俺は素晴らしいと思うんですよ、はい、
素晴らしいんだけども、実際やるとそういうふうにいかないのも相撲で、相撲なの。あ、だから同じタイプっていうのは押し相撲でも一人としていないのね。だから高藤力さんの押しのタイプっていうのはもう誰もいないわけよ、古今東西。もう昔から今の時代まで通じてね、はい、それはそうでしょうね、はい、なんとなく似てるなっていうようなね、はい、そういうタイプはいるんだけども同じ人っていうのは一人としていない、うん、だから珍しいタイプだ、珍しいタイプっていうかね。だから高藤力さんのそういうのは有効的である。素晴らしい。そう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 。でものすごいもう相撲オタク、もう現役というかずっとね、はい、まあ、一時期、はい、もう本当大昔の話なんだけど、よくその先代のね、はい、二子山親方、元貴乃花、大関貴乃花の藤島部屋を起こした時に、部屋のみんな集めて秋ノ島関とか、まあ、高藤力とかね、力ちゃんとかみんな関取衆、まあ、豊の海とか、うん、みんなもう若貴兄弟、そういうふうに集めて、はい、なんか問いかけるのよ。何のために稽古するのか分かってるのかとか。親方が。そう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 。今モノマネですね。うん、まあ全然マネになってないんだけど、志向、はい、は何のために踏むのか分かってるのかとか、はい、そういうふうに問いかけるわけ。はい、でまあ基本がまあ大事だっていうことを言いたいわけです。うん、それをやっぱりその伝えていかなきゃいけない。うん、でまあそしたらもうその。アキちゃんだとか、まあ、足腰鍛えるためですとかって、はい、まあ、そういうふうに、まあ、全員がそういうような答えをするの。で、鎌狩りお前はって言われた時に、本当高通りさんだけはね、本当相撲オタクだから、四股を踏むことによって、何股関節の可動域が広がりどうだろうこうだろうって、うん、分かった、うん、って止められて止められてはいないんだけど、まあ、やっぱり体の構造からなんかもうそういうようにね、もうしゃべり倒すっていうかね、うん、まあまあそういう意味ではもう本当すごい論理的、うん、相撲界で初めてチューブトレーニング持ち出したのは高藤力さんだから、要するにその相撲界で一番初めにランニングを取り入れたのは輪島さん、はい、でウエイトトレーニングね、はい、ウエイトトレーニングをしっかり形にしたのは先代の鳴門親方、鷹の里関ね、で千代の富士関で、はい、まあ、そういうような人たち、それになぞらえて霧島関だとか、うん、まあ、井筒部屋のね、まあ、寺尾関なんかも、うん、まあ、そういうようなね、うん、体作りをした、でそれをもっと近代的トレーニングとしてやったのが高藤力さんチューブトレーニング。どこで見てきたんですかね。わからないね。もう新日本プロレスのあのミスター高橋がチューブトレーニングやってるのそれ見てた。それはわかんないけども、はい、まあ、だからもう支度部屋でそのチューブ持ち出した時は本当になんか危ない。なんぞ。もう若い衆はね、本当後ろでこうやってチューブこうやって足と手足こうやって縛ってね。今でこそみんなあれだけど、まあまあ初めて見た人は前にも言ったけども、はい、手足にこうやって両足縛られて後ろで若い人が一生懸命こうやって引っ張って力ちゃんがもうこうやってもうあがいてあがいてこうやって、まあ、やっぱそういうようなねトレーニング、うん、まあ、そういうようなことに時間を費やした方ですね。まあまあ、なんか新しいものを取り入れるのが大好きですね。大好きです。まあ、なんか力者の話になっちゃったけど、はい、やっぱりその今やっぱり疑問っていうのはやっぱりその白鵬、はい、高藤力さん、うん、まあ、そんなような感じでやっぱり疑問に思っちゃうんでしょうね。はい、見たばっかりなんで。あと、うん、技師、昔の方は技師が多かったのおっしゃるじゃないですか。ああ、そうそう、これもね、まあ、やっぱり高藤力さんちょっと絡んできちゃうんだけど、うん、どうしてもね体 その使い方ね、うんうん、どこに体重をかけるとか、うん、どこに重心を持っていくっていうのは、うん、やっぱりその今の力士じゃ全然できてないっていうかね、うん、僕らなんかでもやっぱり大したことないんだけど、やっぱ僕らより上のずっと世代のね、うん、上のうちのまあ師匠ぐらいの、うん、
時のやっぱり力士っていうのはもう体の使い方が抜群にやっぱりうまいよね、うん、本当に古い話になるけども、うちの師匠の時代だと、あの双子岳さんだとか、まあ、そういう技もう本当内無双だとか外無双、東北の暴れん坊って意味を取った六つ嵐さんとか、ものすごく体の使い方、僕のもう平幕優勝の大先輩である元立浪部屋の若波、玉垣親方ですね、玉垣親方の釣りだとか、自分なんか全然体大きくないんですよ、体大きくないのに自分より大きいの、もう人間奇獣鬼って言われた妙武大二関っていたんですよね。でもうその人も人間奇獣鬼って言われるぐらい、その釣りの名人、釣りうっちゃりで、それともう釣り合いしてですね、もう玉垣親方が勝っちゃうぐらいの、もうそんだけ足腰がいい、で体の使い方で、体の、まあ、なんていう、四つになった時の体の乗せ方ですよね。でそういうふうに止まってる時でも体の乗せ方によって自分のスタミナがロスすることを防ぐんですよ。相手に体重をかけてるから相手の方が疲れてしまうんですね。でそういうような体の使い方、今の力士ができてるかっていうとちょっと、分かりませんね。だからそういうような体の使い方を覚えていくと非常に相撲の幅が広がる、まあ、そういうところをですね、やっぱ稽古でやっぱり培ってほしいですね。まあ僕の現役時代で言うとですね、体の使い方っていうか、その今の高田川親方の元の秋の島、今浴衣着てるんですけど、もうこの秋ちゃんなんかですね、体至る所人間狂気って感じでもうその上腕で50何センチオーバー女性のウエストぐらい、そうもう首の太さで、耳が湧いて、なんか尖ってて痛い、うん、だからもうこれ四つになって止まってる時にガツンガツンガツンあれだっつって飽きちゃそれ反則っつって、まあ、それは言わなかったですけど、もう本当そのぐらい、その体の至るところを使うわけですよ、うん、でまあその四つになってこもう下にこうやって、まあ飽きちゃの場合潜り込みたいから、潜ってる時に相手の体を起こすのに、まあ、普通は肩使って、肩、はい、こうやってくるしゃくれしゃくれって、こういうような肩の使い方するのに、アキシャの場合は顔首が太くてですね、もう強いもんです、バーンってもうガーンって、まあ、これで相手がフッとこうやって上がっちゃう。それって取ってみないとね、分からない分からない、絶対分からないですよ。だからまあそういうことのできる人が、うん、まあ、やっぱり昔は多かった、はい、うん、やっぱり、まあ、そういうことね。昔のちっちゃい子は山行ったり川行ったりね、遊ぶところも違いますもんね。違うね、今公園も行かない、うん、あのまあ強くはならなかったんですけど、やっぱ僕の同期生で鹿児島出身の子がいたんですけど、はい、何でしたっけね、あの学校までかな、なんか4キロの道のりを毎日走って登校して、うん、はい、うん、行ってこいで8キロじゃないですか、うん、もうそれだけで、ね、1日8キロ走って、うんうん、で相撲道場通って、うん、って、まあ、そういうような生活をしてた方もいらっしゃいますし、うん、やっぱ足腰がいいってなるとどうしてもその漁師系、はい、うんうん、その揺れる船の上でバランス感覚、はい、うん、秋の島さんがそう、ね、ああそう、ね、もうなんか僕が聞いた話だとね、はい、まあなんていうの、飲み物はもう牛乳しか飲ませてくれないとか、はい、うん、牛乳といりこお菓子代わりはもう全部いりことか高遠力で YouTube ではエビ干したエビね、エビって言ってましたけど、うん、あれも本当の話だと思う、うんうんうん、でそれでだからその巡業中なんかでも、はい、若い衆にトマトとキュウリを、はい、買わせてた、それは健康のため、そうでちゃんこ終わった後になんかそれちゃんこの後にトマトとキュウリ、トマトとキュウリ1本と1つ、うん、で、まあ、先にほら飯終わって、はい、藤島部屋の前のちゃんこ場の前行くと、うん、あきちゃんとかって俺が行くと若い衆が用意してるんですよね、若い衆が用意してるキュウリをこうやってパッと取って俺が
パリ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 って食べて、そしたら若い人が嫌な顔すんの。チェとか言うやつみたいな。俺がパッと取って、うーって言ったら、あー、また買いに行かなくちゃいけないんで。また水で来たよ。そんなこともありましたね。食べ物に気をつけてる、体のケア気をつけてるって、それだけでやっぱり差出てきますよね。はい、うん、はい、今日はこの辺で、また面白いことがありましたら YouTube でどんどん紹介していきたいと思います。今日はこの辺で、グラシアス。